変わらず甘いね、あんたは。なんでシキがあんたの前に現れたと思う？偶然にしては出来すぎだと思わない？あんたは利用されたんだよ、シキに。覇王丸に近づくためにね。そんな、結果としてそうじゃない。あんたはシキをかばっている、そうでしょ？違う、シキさんはユガに操られているのよ。それが何だっていうのさ。今のあんたにシキをどうにかできるとでも思ってるの？どうなの？それは、だけど、だけど、分かってるの？ここでシキを助けるってことはガルホードを敵に回すってことだよ。そんな、いや、その通りだな、コルル。俺はユガを倒さなければならない。シキが操られていようと関係ない。ユガのために動いているのなら俺はシキを切る。その邪魔をする奴も切る。そこをどけ。君を巻き込みたくはない。嫌です。せめてシキさんと話をさせて。そうすればきっと、きっとどうなる、ガルホドさん。リムルルのところへ帰れ。ミーは指揮を追う。そんな、だってその傷で。君は優しすぎる。ミーや覇王丸とは違うんだ。ガルホドさん、ミーたちのように戦い続ける必要はないんだ。もう二度とその刀を使わなくていい。ユガのことは我々に任せておけばいい。ガルホドさん。それがあんたの本当の望みなんでしょ？望み？昔から思ってたんでしょ？静かに暮らしたい、悩むこともなく。違います。そんな、いいわ、今はそういうことにしといてあげる。でも気が変わったらいつでも言ってね。じゃあね。
勝負あったってとこか。さすがのてめえもそれじゃどうしようもねえだろう。それはどうかな。言うじゃん。何やる。さあな。どこへ行くつもりだ。逃げ切れると思ってるのか。参ったな。どうやら追い込まれたのはこっちのようだな。覇王丸のコピー、どの程度のものか見せてもらおうか。行くぞパビー。して姉様何やってんだろこんな時間まで。ママ母がいるってことは別に心配しなくても大丈夫だよね。今日のご飯は自信作なのに。新鮮な山菜も取ってきたし、お魚だって美味しそうなのが手に入ったし、それになんといっても味付けが最高なのに。おいしい。やっぱり私料理うまい。食べた。なんだよ。なんか文句あんの？なんだ、覇王丸さんか。もう驚かさないでよ。いい匂いだ。ねえ、覇王丸さん、一体どうしたのこの傷。いや、ちょっとな。何がちょっとなよ。そんなんで済むような傷じゃないよ。いや、いろいろとな。とにかく手当てしないと。いいで、痛いって、ごらん。ナコロルとシキはどうした。え、シキさんってちん、たく、手間のかかる。え、何。いや、なんでもないって。まったくもうしょうがねえな、ナコロルは。こんな時間までフラフラとよ。ちょっくら行って連れてきてやっか。嘘、覇王丸さん何か隠してる。姉様に何かあったんでしょ。いや、大したこっちゃねえさ。大丈夫、安心して待ってろって。そんなボロボロの体でどうしようって言うんだよ。今の覇王丸さんより私の方が。やかましい、子供は引っ込んでろ。おい何しやがんだ。子供って言うな。お前チキさんって何、どういうこと。絶対に無茶しねえと約束できるか。するよ、約束する。シキが来たんだよ。おそらく記憶は戻ってねえ。
だからナコルルは指揮を追って。どこに？山、まあ、ハオマルさん、ごめんね、痛かった。ああ、このバカ力が。ごめんなさい。頼むぜ、ガルホード、お前だけが頼りなんだからよ。ついていかねえのかよ、お前なら平気ってことか。しばらく。どこ行っちゃう？そこをどいて。チクル。何をそんなに慌ててるの？リムルル。こんな時間にこんなところへ来ちゃ危ないじゃない。お姉ちゃん心配しちゃうぞ。あんたに心配なんかされたくないよ。もうそんなに強がっちゃって。可愛いんだから。用がないなら離れてよ。そんなこと言っちゃっていいのかな。ナコルルがどこにいるか知りたくないの？知りたいでしょ。お姉ちゃん優しいから特別に教えてあげる。湖に行ってごらんなさい。姉さま無事なの？それは自分で確かめればいいじゃないの。じゃ、またね、リムルル。帰ってこなかったから、大丈夫？ごめんね、ちょっと考えたいことがあって。あのさ、姉さま。ん？なに？覇王丸さんが。うん、ちょっと怪我してたけど大したことないよ。そう。姉さま、何があったの？別に、なんでもないの。リムルルは気にしないでいいのよ。気にするよ。私知ってるもん。覇王丸さんに聞いたもん。姉さま、また戦うの？私の巫女としての務めだから。そんなのダメ。嫌なら戦うことないよ。姉さまだけが犠牲になることないよ。私だって。リムルル、犠牲だなんて思ってないわ。でもいろいろ考える時もあるけど。姉さま、ありがとう。リムルル、心配してくれて。でも今は少し一人にしておいて。お願い。うん、分かったよ姉さま。なるべく早く帰ってきてよね。おいしいご飯用意して待ってるからね。うん。
もう動けねえ。よいしょっと。ふう、重かった。ごめんね、ハオマルさん。今手当てしてあげるから。ナコルルはどうした？うん、会ってきた。すぐに帰ってくるって。ああ、そうか。あとは俺を何とかしろ。はいはい。どうすればいいんだろう。だからいつでも代わってあげるわ。そんなことはできません。どうして？誰も傷つけず、誰にも傷つけられず、何も知らないままこの場所でぬくぬくと生きていけるのよ。後のことは私がみんなやってあげる。別にミコを辞めたいわけじゃありません。そう？それじゃちゃんと戦いなさい。あ、痛い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 ってばよ。我慢しなさいよ、ちょっとくらい。大げさなんだから。まったくもう、居候の次は怪我人。邪魔なんだから。何のために修行してたんだか。しょうがねえだろ、向こうも強かったんだから。四季さんを狙ってたっていう人？ああ、なんか無茶苦茶な野郎だったな。ま、やつも当分動けねえだろうが。だけどよ、なかなかいねえぜ、あんなやつはよ。そんなに強いんだ。姉様どうするんだろう。そんな人とも切り合うのかな。さあな、それを決めるのはナコルルだ。ずっと思ってた。姉様は戦いをする人じゃないって。みんなを優しく見守るのがお役目なんだって。だから私、どうしてもっと強くないんだろう。どんな時にも絶対負けないくらいに。そしたら。なーに、そのうちそういう時も来るさ。うん。姉様遅いね。ちょっと見てくる。帰ってきたらすぐご飯だから待っててね。でもな、リムルル。ナコルルはお前が刀を持つのは喜びはしないぜ。剣を持つのが怖いんでしょ、あんた。ええ、怖いです。怖くて仕方ないです。だったら。だけど逃げるのはもっと嫌。ずっと考えてた。巫女の役目はいろんなものを守ること。自然や動物や大事なものを守る。決して人を傷つけるのが目的じゃない。奇弁ね。分かってる。でも四季さんは利用されてるんです。本当は守らなきゃいけない人だから。確かに言い訳かもしれません。だけどこのままじゃ。どうしたのかな、姉様。見せてもらおうじゃないの。だけどあんたが本当に守らなきゃいけないものを見失った時は殺すよ。
寝てるっていうのに、まったくギャー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 やがましいんだよ。ナコルルの思いってやつは結局通じなかったみてえだな、シキ。ハオマルさん、その怪我で。仕方ねえだろ、向こうはその気だぜ。だけどごちゃ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 うるせえ。お前はどっか隠れてろ。ハオマルさん、来いよシキ。残念ね、せっかくユガ様のところから抜け出せたのに。一緒に来てもらうわ。貴様、行くのか。ええ、シキさんのことやいろんなことちゃんと分かりたいんです。それはまた血にまみれるってことだぜ。そうかもしれません。でもいつかそうじゃない道も見つかるかもしれないです。
まだ答えは出ないけど、とにかく前へ進んでみます。なるほど。ああ、ゆうべパピーが来た。ガルフォードは無事だそうだ。それじゃあ。ああ、さて、俺ものんびりしちゃいらんないか。まだあんたを認めたわけじゃないんだからね。ちゃんと帰ってきなさいよ。